ハローチャンネル。一番に日本の国益、国民の利益、国家の利益、これが一番。経済的繁栄と民主主義というものを求めていった先に平和と幸せがある。 Peace and happiness through economic prosperity and democracy っていうことだと思いますけれども、これは少なくとも日本が歩いてきた道ですよ。で、結果として日本と経済関係を強く持った例えば台湾、韓国、シンガポール、こういった国々はアジアの中から経済的に離陸していった国。ああ、日本と付き合うと繁栄するんだ経済的にと思ったマレーシアがルックイースト、それに続いたのがインドネシア、それとタイランド、タイだと思いますね。そういったのが日本のこの60年間やってきた歴史なんだと僕はそう思ってます。今どうでしょう、この20年間ぐらいの間にこのアジアの南のベトナムとかラオス、カンボジアとかねからずっと北のバルト三国に至るまでこう半月になったところに歴史はあるけれども、最近自由と民主主義っていうのを手に入れて、そして今まさにこう歩み始めた国々、我々日本と一緒にやる気ありませんかと。うちも資源なかったんですよと、全く敗戦で何もなくなったんですよと。でもうちはこれまでこの60年間で少なくとも世界経済第2位の地位を得、そういったことができた理由っていうのを一緒に考えてもらえれば、お宅は石油もあるじゃない、お宅は天然ガスもあるじゃない、そういったような国々に我々と一緒にやってみる気はありませんか、そのお手伝いをやる気がありますと。そういう話を自由と繁栄の子という表現を僕はしたんですけれども、そういう形で今少しずつですけれども、いろいろな国々に力を出しやすいようにする、その知恵を我々の経験をまあ一緒に分けましょうやということを言うわけです。日本が青年海外協力隊とか、それから ODA なんかのプロジェクトで海外で一緒に仕事をするっていうと、そこの現地の人が習ったことは何だというとね、大体同じことで言うんですよ。働くということの価値を見たとかね、納期というのの意義を教えてもらったとかね、なんか日本人にしてはなんだこんなそんなことかと思うようなことをみんな言うんですよ。しかしこれがすごく大事でね、労働の価値観、労働の美学、そういったようなものっていうのは日本の持ってる良さなんですよ。